ここからはちょっと早いかもしれませんが、今年もバレンタイン商戦が始まろうとしています。トレンドは自分に贈る 0.5 手間チョコです。コロナ禍でなかなかバーで飲むなんて機会も少なくなってきているかと思いますが、そんな中百貨店で登場したのがチョコレートを食べながらお酒が飲めるバーです。松屋銀座に来月設置される特設エリアで提供されるのは、銀座のバーが店で出している本格的なお酒と、バーにしか卸さないというお酒専用のチョコレート。まさに大人の組み合わせ。今年のバレンタインは新しい組み合わせに出会うことができそうです。さらに近年注目されているのが自分に贈るチョコレート。松屋銀座の今年のテーマが 0.5 手間チョコ。あくまでも一手間かけるのではなく、ちょっとだけ手間をかける 0.5 手間が今年の一押しだといいます。このガトーショコラにイチジクと赤ワインのジャムをかけると、こうやってちょっと手間をかけるのが今年のトレンドだということです。やはり自宅での時間の過ごし方が皆さん大きく変わられましたので、やはりゆっくり豊かな時間をご自宅で過ごしていただきたいという思いがございまして、ただチョコレートを食べるだけではなくて、少しほんの少しの手間をかけていただいて、自分なりに彩りを与えてお召し上がりいただくのがおすすめでございます。一方、高島屋が今年売り出すのはバレンタインらしく見た目にも可愛い熊がモチーフのものや、なかなか手に入れることができないという海外ブランドの彫刻のように美しくかたどられたチョコレートです。中でも前面に打ち出しているのが、高島屋の今年のバレンタインはサステナブルなチョコレートが数多く展開されています。持続可能なチョコレートとは、品質としては問題がなくても見た目が原因で廃棄されてしまうバナナを使ったチョコレートなど、フードロス削減のためのサステナブルなショコラシリーズです。 0.5 手間にサステナブル、これまでとは一味違うバレンタインの楽しみ方が広がりを見せています。